市橋翔也は、広島県出身の男性フィギュアスケート選手。2015年から、ペア選手として活動し、パートナーは、ゆずきみゆ。関西大学社会安全学部在学中、小学2年生の頃スケートを始めた。小学3年生の時に、長考歌子に指示して、当初は、シングル選手として、活動、中学1年生の時に出場した2010年。 全日本ノービス選手権で4位になり、頭角を表し、日本スケート連盟強化選手に選ばれたが、翌年の夏に足首を骨折、以後3度骨折を繰り返した。本田武氏の勧めもあって、高校1年の時にペアスケーティングのトライアルに参加。2015年に同じ練習拠点だった、三浦・明とペアを結成した。2015年12月、全日本選手権。 ジュニアクラスで優勝、初めての国際大会となった2016年、ババリアンオープンでは7位となった。2016年12月、全日本選手権、ジュニアクラスで2連覇を達成。2017年1月に開催されたメンタートルン、バイで優勝を果たした。2017年3月、初出場となった2017年、世界ジュニア選手権では、ショートプログラム11位。 フリースケーティング13位で総合11位となった。ありがとうございます。